で、今モアルボアルに着きました。なんかずっと来たかったんですよ、モアルボアル。実はね、イワシがいるんです、群れが。だからずっと来たくて、でモアルボアルホテルもあったよ。目が覚めて気持ちいい。首つった、車で寝違えた。寝違えた。あ、モアルボアルちょっと、あ、ヒート触れて。ご飯屋さんもいっぱいあって、ちょっと泊まりかけで来たいぐらい気に入っちゃうかもしれない。ちょっと見ていきましょう。Yeah. Wow, thank you. Thank you. Rasta, baby. Thank you. 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 Thank you.どうやったらそんなねじれんの？かかと俺踏んじゃってねじれちゃう。なんかモアレモアレでございます。見て、いや最初ね、見て、はい、撮影のねロケ地をここにするか迷ったんですよ。でもパングラオにしました。なぜかというと、今は子供一人で車庫入れしとる。最初モアレモアレか迷ったんだよね。いや、パングラオじゃない、もうパングラオじゃない、モアルボアルに来れてよかったですね。パングラオみたいなね、居場所もあって。居場所しかねえよ。パングラオは居場所だよ。居場所とシャメと山とシャメね、シャメ。俺今日シャメに食われたからね、シャメに。シャメにね、うん。あと映像をご覧ください。知らなかった言わないね。フラミガラやばくない？これあるってこと？うん、ドバすごいね。ドバすごい。あ、そうやっていい。ネックレスもう一個つけたくなるんですよ。これ買いすぎ？ちょっとでかくない？しかもそっちいくらなの？100ペソ。足につけたいんだけど。100から50ペソ。100ペソでしょ。ネックレスこれより太いの太くない？いいと思うよ。私とひーちゃんはここのお店でネックレスとブレスレットを買いまくりました。はい、50ペソ。なんか SM とかでも売ってんだけどね、あえてここのお店で買おうかな。見て、なんか何個使うと一気無料になるんですよ。そう、あ、疲れた。ちょっと今からご飯を食べに行きたいと思います。今ね、モアルボアルで一番可愛いんじゃないかっていうカフェを見つけて、珍しくリリーさんたちカフェに行くんで、ちょっとご覧ください。マジでなんか
安いと思うよこれ。ヒート325っていくら？こんな感じでメニューがあって、めっちゃ可愛い。こんな感じで店内がめっちゃ可愛いですよ。本当に可愛い。いや絶対可愛いよ。モアルボールで一番可愛いんじゃん。ここマジで可愛いです。はい、こんな感じになっております。じゃじゃーん、みんな見てこれ、なんだっけヒート、サンセットなんだっけ、サンセットだっけ、朝ヒートなんかベリーのやつです。浅いセット、暑いので移動しました、こちらの席に、はい、マジでうまそう。はい、ピザ来ました。ピザ、やっぱ島の旅行って感じだよね、これこそ。このセットやばくない？あ、チーズ超やばいんだけど、鳥皿もらえない。